管制官からの呼びかけに無言だった箇所があって、それに対して答えてんじゃない文言があったんですね。今まで皆さんが聞いてる音声ではないものがあった、はい、あの報道と接さないように、はい、まあ、休んどけと、はい、それって要するに何も喋んなよってことでしょ。それなら具体的に何時何分だったかということに関して問い合わせたら、うん、記録に残ってないと、ない、うん、そんなわけねえだろと、うんうん、歴史的な事故であれそれに関する記録がないこと自体がおかしいと、うんうんうん、まあこれはもうある程度安定的に言えるのは、うん、共同通信も遅れながら情報を得ていて、うん、速報につながる情報を出してたんだと、うん、でフジテレビであるとか朝日とか、うん、テレビで放送されたテロップはここからルートじゃないかと、うんうんうん、まあ時事通信がもうちょっと早く出してたっていう話もあるんですけども、うん、あまり裏取りをせずに、うんうん、まあ、40分段階でのレーダーから消えたという情報と、18時41分に日本航空の事務所から運輸省に対して、いわゆるまあ重大インシデントというまあ事故の可能性があるというね報告が入ってるんですね。そのタイミングで羽田空港にいた記者はもうこれはやばい、速報を打たないかんという、その作業に入ったと思います。あのレーダーから消えたんだと、23便がっていうのがこのあたり、はい、ですね。まさにこの18時40分前後にあったことが問題のとなってるんですよね、事故調査報告書にはなかったことにされているということですよね、その、はい、うん、ただそれをまずいことしてくれたなと、はいはい、いう人がいて、それを亡き者にしてくれと、ただ今回コメント欄でも相当な数いただきましたね、うんうん、見てましたよと、これはもう記者の方含め一般の方含め、これは本来は隠しきれないような情報を無理やり黒幕の方が隠せと言ってきたために、ちょっと無理が出てきて、レーダーにしろ、あの皆さんの記憶ですね、そういったものを無視できなくなった。しかし現に36年間埋もれてたわけで、うんね、彼らは成功したんですよ、うんうん、あるいはこれはまあ小田さん、青山さん、角田さんもそれは盲点だったと思うんですね、うんうんうん、報道機関がそこまで、あの、うん、隠蔽改ざんはしてたけども、うん、ここまで用意周到にというか、うん、人の心から記憶を消していくためのいろんな作業をしてきたということですね、はいはいはい。でしかも最新の情報では、うん、今週か先週の情報では、うん、この共同通信がキビさん、8日連絡会のキビさんで訴訟 の、うん、あのされた方ですね、その方に電話をかけてきて、うん、なんか意味のわからない、電話をしてきて、多分言葉尻をつかんで、そうでしょう、実は青山さんから利用されてるみたいな、うん、そんなことをコメントを取ろうとしたんじゃないかと、で謝罪文まで書かれて共同通信は出してるみたいですけども、うん、まあ、まずったんですね、これは。でこれはもう共同通信に関してはまあその確証が出てくるか分かんないんですけども、かなり最初から動いて、いわゆるもみ消しの方に走ってる、で特に自社がやらかしてっていう、その羽田に常駐した記者がいなかったことから始まる相当な人数、あの報道に関しておそらく先走った行動を取ったために処分を受けてるんですね、それに関して表に出したくないことも含めて、本当は表に出した方が事故調査の報告書に影響を与えるような話をいくつも持ってるんじゃないかと。そうなんでしょうね。でまあこれはたまたまなんですが、地方新聞のはい、切り抜きを、の張り込みを見つけまして、はい、でこれは初めて見たんですが、8月の13日の朝刊ですね、事故の日の翌日の地方新聞に、はい、今までに見たことがないコックピットの会話が出てきてたんですよ、それはいわゆる今まででしたら、あの東京管制、所沢の管制官からの呼びかけに無言だった箇所があったんですけども、いっぱいありましたね、はい、それに対して答えてんじゃないかという文言があったんですね。今まで皆さんが聞いてる音声ではないものがあった、はい、はい、ですね。それはまあ13日ですから新しい情報ですから、はいはい、おそらく8月12日中に12日の夜に調査、はい、あの報道関係者が管制官から直接聞いた言葉を記事にしたと思うんですね、はいはい、はあはあ、まだCVR コピットボイスレコードが出回る前ですね、はい、ずっと、そうですね、
その2日後にあのボイスレコーダー回収されますから、うん、もうこれはまあスクープ狙いというよりもまあジャーナリストっていうか当たり前ですね、記者魂としては情報が知りたいんで、うん、原因を知りたいから、おそらくつながりのある管制官から可能な限り情報を引き出そうとしたと思うんです、ね、生の声を管制官から聞いたと、はいはい、で当然地方新聞に載ってることではあるんですが、うん、地方の方が電話したってことは考えられないので、はいはいはい、おそらく共同通信か時事通信の方だと思うんですけども、はいはいはい、連絡して話を聞いてそれが記事になったということですね。で、まあ、その文言については、うん、マヌーバーが悪い、操縦性が悪いっていう言葉と、うん、あと事故原因、緊急事態を宣言するにあたって原因は何かっていうことに対して、うん、後から報告すると、うん、要するに聞いたことはない言葉があったんですね。まあちょこちょこあるんですが、うん、まあこれはつまり事故調査委員会あるいはリークされたボイスレコーダーの文言ではない言葉が実際あったということの証拠だろうと。で一般的にはそのプライベートな会話とか、うん、厳しい言葉とか、うんうんうん、なんかそういうのを削除して、うんうん、全部は公開してないというのは言われてはいたんですけども、うんうん、かなりあの無言部分が実は喋ってたんじゃないかということですね。何が起こったんですかとかっていうやり取りもなかったし、はい、機体がどういう状況かっていう報告もしてないから、はい、皆さんがシンプルに疑問に思うところでしたよね、はい、そこって。でこれはまあちょっとまだその地方新聞の一紙しかないので、うん、朝日もちらっとそれに触れてはいたんですけども、もうこれは地方新聞で調べていって、うん、何紙ぐらいがそれを書いてるかわからないんですけども、うんまあ、これは可能な限り調べてみますけども、地元新聞から調べてみます。だからこれ見られてる方で、うんうんうん、地元の図書館で、うんうんうん、まあ古い新聞ですからおそらく現物じゃなくてマイクロフィルムとかそういう状態でしょうけど、その紙面の中で、うんうんうん、ボイスレコーダーかあの管制官とのやり取りの中の文言と思われる記事があったら、それをこちらに情報提供いただけないかということですね、はい、私のツイッターでも、はい動画のコメント欄でもいいので、はい地方の新聞でもそういう情報が流れている可能性が高いということですね、はい、そうですね。それは忘れ去られているというか、本来あの事故調査委員会という人たちは、うん、この件に関して疑問を呈していたんですね、うんうんうん、これ無言部分があったけどこれおかしいんじゃないかと、うん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 、これあの私たちに店の前に消しちゃったんじゃないかと、はい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 、事故調査委員会の委員が疑問を呈していたところなんですね。そうなんですか、はい、調査委員会の人たちもおかしいって言ってたんですか、うん、最初。そうですね、うん、私たちに出してる情報っていうのは削られてるんじゃないかと。なるほどなるほど。つまりその大元のマスターテープを見たあの人たちが、うんうん、藤原博さんかな、あの辺の人たちが話し合って、うんうん、何か消しちゃったんじゃないかと。都合の悪いところは消してしまうと、はい、そちあの自分たちの判断で消した部分がいくつかあるであろうということが言われてはいたんですね、うん、でもしこの時その事故調査委員会の方がそれを疑問に思ったことをもう少し追及されて、その時の長官とか思ってこれ書いてるよ、これどこに行ったんだっていうことを追及されてたら何も問題なかったし、しかも記者がね、あの新聞記者なり何なりがそれ知ってるわけなんで、それを教えてやるよと、なぜそのままにしてやったんだと、もう36年経っちゃったよという、今頃になってこんな話になってるっていうところで、おそらくなんですが、まあ追及をやめた事故調査委員会の方は知ってはいるけども、もういいやと、そのことはあの無言のところの疑問はしまっておこうと、心にしまっておこうとしてしまったんではないかなと。でその記事を書いた共同通信か時事通信か分かりませんけど、聞き取りをした人もそのことを広めようとはしなかった、可能性があると。だからこれは当時 その追及していったジャーナリストいらっしゃったんで、気づけばよかったんですけど、やっぱ視点が墜落現場とかそっちの方に行っちゃってるんで、当日の情報とか細々したところに目が行ってなかった可能性があるんですね。
特にボイスレコーダー改ざんについては言われてるんで、うん、初日の新聞を見るべきだったなと思うんですけどね。で特に管制官、東京管制で直接やり取りをしていた方っていうのは、うん、その時29歳ですけども今65歳ぐらいでしょうかね、うん、10年前ぐらいに50何歳になってから初めて告白してるんですね、はい、あの当時のことを、はいはいはい、で当時はいわゆるあの守秘義務もあったんで、はいはい、まあ、ちょっとしばらく休んどけみたいな感じで休みをもらって報道機関から遠ざけられて、その時の管制官がですね、はい、はいはい、でその自分が1日3便と直接やり取りをしてたっていうことは、まあ誰も家族とか一部の人しか知らないまま20その時で25年かな過ぎた状態で初めてインタビューに答えてるんですね。それもおかしいですよね休みを取らされたってことですか事故後、はい、あの報道と接さないように、はい、まあ、休んどけと、はい、それって要するに何も喋るなよってことでしょ。そうですね。で、まあそれは何日間ぐらいそうやってこもってたかわからないんですけども、まあ50何歳になって関西の方にいらっしゃって、もう教官みたいな、いわゆる現場ではなくて教える方の立場になられてて、今はもう退職されてるのかと思いますけども、じゃあその方はそのマヌーバーが悪いとか、なんかそんなこと聞いてらっしゃる方だと思うんですね。ですからその方に話が聞けたらいいんですが、名前は出てなかったですもんね。仮名か、あの年齢だけが出てたと思うんですね、当時29歳今65歳ぐらいでしょうけど、その方が知ってらっしゃるんじゃないかと。なるほど、意気承認ですよね、はい、知っているということであれば。であとはもう新聞記者、あの共同通信の記者であったりとか、聞けば書いた人が誰かとかいうことを含めて、その情報源をたどっていけば少しはあの先に進むんじゃないのかなと思ってます。重要なのはじゃあ当時の新聞ですね、はい、13日14日ぐらいまでの新聞、要するに事故が起こって直後の情報が一番真実に近いのではないかと、はい、ね、観光令とか、はい、口止めがされる前の情報、はい、ピョロッと出てしまった情報が一番リアルな情報になるんじゃないかという。そうですよね。要するに国民とボイスレコーダーが見つかって、はい、事故調査報告書が作成されるまでの間っていうのは、はい、もういろんな人が寄ってたかって、これ改ざん改ざん、これは出しちゃダメだとかっていうふうな、はい、可能性が高いと、はい、でもその国民とボイスレコーダーが見つかる以前、はい、事故直後にやり取りがあったってことは、はい、結構まあ世に出てない、はい、真実が隠されてるかもしれない。そうですね、まあ、また共同通信の話をしますけどね、多分共同通信がスクープをその時は取ったというか、あの管制官から話を聞けたんじゃないのかなと、まあ、時事通信かもしれませんけども、まあ、かなり貴重な証言を得ていたということが考えられますね。でその時っていうのはあのその当時29歳の管制官だけが聞いてたんじゃなくて、うん、そうですよね、そこにいた人たちがみんな知ってるわけなんですね、どういうやり取りをしたかっていうのは、ですから証人といえば何十人なのか、どういう多分何十人単位ですよね、そういう話は聞いてるはずなんですね。で特にあの、まあ、記者の方少なくとも2人はいらっしゃったわけですから、探そうとしたと思うんですね。あの NHK は NHK で、うんうんうん、あの時事は時事で、共同はその場所にはいなかったけども、うん、電話なりなんなりで、うん、あの証言を得ようとしたと思うんですね、うんうんうん、それが流出したものがその長官の記事ではないかと、うん、ということですね。はい、こんにちは、渡辺健太郎動画のお時間です。本来ならですね、ここで、次回予告の動画が流れるところなんですけれども、今回はちょっとお知らせがありまして、この動画を作りました。現在ですね、私は日航機墜落事故の真相を解明するべく、シリーズとして動画を上げておりますが、今後もそのシリーズは続きます。しかしですね、その前に、皆様にちょっとお知らせをしておかなければならないことが、いろいろとできました。これまでですね、私が自分で調べたものや、ご協力いただいた、元機長や、現在動画に出ていただいている田中さんのお話を聞きながら、さらにはですね、コメントをお寄せいただいた皆様、本当にありがとうございました。コメントをいただいた皆様の多くの
情報からですね、いくつかのですね、重大な情報もいただきまして、これは一回ちょっと私の口からこの事故のことで、まあ、誤解を招かないようにですね、しっかりと事実関係を確認しておかなければならないことができましたので、近々そのお話を私がしたいと思います。なので皆様、引き続きこの渡辺健太郎動画にご注目ください。そしてですね、私がその作った動画でお話しすることをしっかりと、聞いていただきたいと思います。渡辺健太郎動画、いつもご視聴くださり、さらに、今回、田中さんと私の呼びかけにより、本当にたくさんのですね、ツイッターとか、インスタとか、動画のコメント欄とかで、いろいろとですね、本当皆様、情報をいただき、本当に感謝しております。いつもありがとうございます。